皆さんどうもこんにちは、ワンディー&ユーポンです。皆さん、絆創膏買いましたなんかね、こっちの言葉の方がいいよとのことでこちらにしました。はい、で今日はサクラスクールシミュレーターをやっていくんですけど、さあ何をやっていくって結構悩んだんですよ。いや何やろうかなと思って、で思いついたのが、そういえば警察働けるわと思って、バイトというかね、じゃ警察バイトやっていきたいと思います。なので今日はもう殴ったりとか人をね倒したりとかせずに、もう本当にパトロールです。もう悪い人がいたらもちろんやりますが、何も悪いことをしてない生徒たち、通行人たちのことはもうやらないで、今日はねもう本当にもう安全、もう平和な世界にしたいと思うので、頑張ってパトロールしていきたいと思います。じゃあ早速やっていくんですけど、ちょっとねポンコちゃんの髪型をね変えようかなと思ってね。でここで、これです、警察の服、こちらを着て今日は一日バイトへしていきたいと思います。かわいいな、やっぱこれもかわいいんだけどな、どうしようかな。あ、これもかわいいな、なんかお姉さんって感じがする。もう定番のこれでいきます。ちょっと髪の色紫にしよう。じゃあこれで、じゃあこちらでやっていきます。うわ紫超綺麗なんだけど、そっか警察これつくんだ。もう、そっか、もう投稿か、投稿してきます。私いつもね車で行ってるので、で私の家から警察署はすごく近いんですよ。人がいっぱいいますね。でね、安全を守って人を引かずにやっていきたいと思います。私の先輩そこにいたら止められないですか。子供が邪魔ですね。てか危なくない？あ、違う、ちょっと逆、危ない。ここ邪魔なんだよお前。でちゃんとで挨拶しましょうね。おはようございます。なんか怒ってんだけどね。これね、私この人狙ってるんで今。おはようって、あー、おはようございます。ちょっと、お、警察同士の恋ですね。これぞ恋、まあ、いいケツしてますね。いや、なんて名前この人、権力くん。もう なんでついてくるんです。一緒に牢屋入るか。じゃあ、おー、これ待ってて。はい、牢屋です。じゃあね、早速ちょっとパトロールしていきたいと思います。意外とバイクって危ないので、バイクにします。じゃあ行ってきます。ね、世界を見守る感じで。危ない。この前ね心霊スポット行ったじゃん。いやあれかね、結構行方不明の方が多くて、いろいろと危ないですね。おっと、だいたいこの時間飛んでる人いないんですよ、ここ。危ない、やばい、運転やりづらい。ん、え、あそこ行けるようになってんの？え、鳴ってる系なんだけど。ちょっと待って、うちさ、こっちにさ、反対方向行ったことない、まだ。どこに繋がるんだろう。え、どこここ。なんか戻ってきたんだけど。で、なんかね、さっきのね、権力くんが言ったんですけど、ひまわり組っていうところが結構危ないらしくて、ちょっとぶっ通していきたいと思います。あ、そうだ、たこ焼き買ってこう。たこ焼きのおっちゃん。はい、ありがとうね。あ、おっちゃん、まだちっちゃい。おっちゃん、ちょっと待てよ。ちょっとここにじゃあたこ焼き置いといて行ってきましょう。でもたこ焼きをいつか引かれるだろう。バイバイたこ焼き。かわいいたこ焼き。ちょっと待って、見守っとこうかな。たこ焼きのこと見守っとこう。どうなるのか。車来ないの？こういう時に限って車来ない。いや、かわいそうな時のたこ焼きのおっちゃん。へいらっしゃい。道路の真ん中でちっちゃくなってへいらっしゃいをやめてくれ、マジで。いない？まさか車が来ない？あ、来た。これじゃね？多分来るぞ、これ。曲がってきたらこっちの勝ちだぞ。あ、曲がってくれなかった。なんだこの車。あと、私引いたら罪が重くなっちゃうね。警察だから。あ、来た。めっちゃ注目です。あ、死んじゃった！うわ、あの車！追いかけないと！うちのたこ焼きを！待ってよ、バイバイ！給料が高くなるぞ。捕まえたら。何色だったっけ？あれだよね、信号捕まってる。サイレン鳴らして。止まってください。なんで私がこうなる。お前ふざけるな、うちの三平を。おい、止まれ、止まってください。通させんよ。まだ三平とこ行くんか、お前。おい、ダメだ、止まってください。その男、どんだけ罪が重いか分かるか、うちの三平を。また三平とこ行くんか、また行きやがる、これ三平とこ。ちょっと
あ、やっぱり三平が。三平埋もっちゃって。よし、三平が。三平を助けに行こう。回復。生きた？あれ？三平。あれ、三平落としちゃった。あれ、三平いない。どこ行った？三平が。たこ焼きいなくなっちゃった。幽霊、え？でも今ショップのマークが。え？三平？なんで？ここにたこ焼きがいるってこと？みんな、ここに来たらたこ焼き買えるぞ。ありがとうよって言ってるの、死んでんのに。ちょっと私はまだやらないといけないことがあるんです。そうです、ひまわり組に行かないといけない。じゃあ行ってきますね。サイレンしていこうかな。あの、ひまわり組はね、もういろんな方を倒しちゃってますから、もうそんな私は許せません。許すもんか。やばい。よし。はい。いや、本当に、平和を守りには、こいつらを倒さないといけないんです。悪者がいっぱいいるんです。ここに、ほら、来た、ゴキブリのように来てきた、ほんと。もうやらないといけないんです、もう。倒して。ね、こうやってね、一人ずつポッコポッコやってきますね。ポッコ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 って。はい。倒しちゃった。見て。私、すごい。あとね、ここにもいるんですよ。今日はね、ケンリックにね、頼まれたんです。今日はこいつらを倒してくださいって。もう本当に早く倒してくださいって言われてるんです。イエーイ！イエーイ！ちょっとすみません。なんかちょっと今通報が入ってきました。あの、私の家の前にその男の人いたじゃん。その人が今やばいんですって。暴れてるらしいです、今。捕まえに行かないといけないんですね。これは。警察として捕まえに行かなければなりません。あれでしょ？なんだっけ？誰だっけ？あいつ。うちの友達なんだよ。じゃあ、ちょっと早速行ってきます。これは大変です、本当に。ここですね。ここらしいです。あ、そうだそうだ。猫鼻いいんで、連れて行きましょう。警察キャットなんで。行くぞ、警察キャット。あ。やばい！これはやばいです、皆さん。死んでるじゃないですか、女の方。ちょっと、グエーじゃねえんだよ、バカタレ。死んでるんだって、女の子が。え？これやばい、こいつ。ちょっと、警察キャット？足遅いって、警察キャット。見て、これ見て、この現場。やばい、こいつ、急に好きとか言い出してきたんだけど、やばくない？ちょ、今なんか好きと言ってきたので、これチャンスですね。ベストチャンスです。ちょっとこいつはね、まずね、城に行きますね、ちょっと、お仕置きしてきますね。こんな格好にさせちゃって、もうお仕置きさせたいと思いますね。ね、こうやって、いい雰囲気にさせといて。ね、うわ、ケツ。じゃ、ちょっとね、ひまわり組に行って、お仕置きしていきますね。よし。あれ？掃除されてる。はい、あなたお仕置きです。え？マジか。もういいか？これで。なんでこんな喜んでるの？この人。ちょっと待って、これやばくない？もうお仕置きです、こうなったら。ちょっと超ウケんだけど、やばい。超最高、これ。あなたは何？あ、やらかした。何度も立ってんだ？ねえ、これやばくない？この絵。すごくやばいんだけど、この絵、普通にやばいよね。もう全員悪いことした人だよ、もうこれ。ちょっと待って、日常になってないです、ポンコさん。これ日常じゃないです、こんなの。バイトとは言いません。どうしよう、このままにしとこうかな、じゃあ。よし、もうこうやってね、全員悪いことをした人たちなんで。わかった？僕くん。いや、いいですね。いい光景でした。ありがとうございました。じゃあ、ちょっと、まだ私仕事があるんで、次の仕事なんか、桃組というなんかね、人たちがバズーカを持ってて、なんかもう、暴れ回ってるらしいので、ちょっと行ってきたいと思います。よし、じゃあ行ってきまーす。あ、大変！やってしまった！桃組に来たよっていう写真ね。はい、チーズ！すごい緊張してきた。あらららら。え、待って、警察いたくない？今どうしよう。ここにも警察いる。あ、お金落ちた。お金どころじゃない、あ、やばい。え、やばい、抜けれなくなっちゃった。完全ハマったよ、これ。やばーい。
死んだポンコ。ポンコ死んだんじゃない？あ、ポンコ死んじゃった。俺も狙われてる。悪者だった俺が。待って、どれがゼロだって。あー、なんでバレてる、なんでバレてる。あ、でも仲間同士で結構打ち合ってて、ほら結構お亡くなりになられてる方もいますね。ちょっと待てよ、言うこと考えちゃう。俺も警察の服着ればいいんだ。犯罪したけど。よし、マジ任せろって感じ。もう勝てるやつがいるのかっていうね。もう僕これから警察なんで。やばい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 、動いて動いて、あなたたち。あ、どうした、すげえ、さすが警察。ちょっと僕も頑張んないと。ウェディングで、ウェディングで式を挙げたって。ということは、ちょっと呼びに行きましょう。花嫁も吹き込みましょう。皆さん、来ますよ、そろそろ私たちの敵が。新郎さん、戦える自信はありますか？これマイクです。いい感じです。さあ、君たち。あ、やばい。やばい、僕やばい。僕がやばい。あ、僕死んじゃった。さあ、逃げるんだ、あなたたち。え、死んじゃった、新郎。生きてる生きてる。新郎超強え。え、新郎超強え。やばい、早くして早くして。新郎頑張れ、新郎頑張れ。そうだそうだそうだ、いい感じだ。おい、お客様も、お客様倒さないでください。ちょっと新郎さん、え、なんか愛し合ってない、なんか愛し合ってるんだけど、どうしよう。え、違う、打ち合っている。え、どこ狙ってんの、どこ狙ってんの、新郎。自爆すんなよマジで。ねえ、どこ狙ってんの。ついていこう。めっちゃ銃無駄にするじゃん。何が見えてるのこの人に。ねえ花嫁さん、この結婚式も思い出に残るでしょ、この人たちにとって。新郎さんどこ狙ってんの。え、怖い、この新郎大丈夫、こんな夫で大丈夫。花嫁さん、僕でいいじゃないの、もう付き合うの。やばいやばい、なんで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 僕、なんで僕、地獄した。ちょっと待って、ちょっと来て。あ、来た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 、はい、来い、行け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 、いるぞ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 、新郎来てるって、来てるって来てるって来てるって。俺死ぬ俺死ぬ、新郎。結婚式の危険人物を倒す？どういうこと？え、危険人物なの？新郎って。花嫁も死んでる。ちょっと待って、え、新郎は？あ、新郎もいない、お亡くなりになってる。なんでなんで？てか危険人物って書いてあったね。え、そう、え、危険なのこの人って。すごくなんかヒーローだったと思うんだけど。これで平和になりましたとさ、おしまい。はい、ということで今日は桜スクールシミュレーターで警察バイトをやったんですけども、で、ね、結構でも悪者を倒したんじゃないかと思います。で、ね、本当にでも桜町に悪者一切もう絶対ね、いちゃダメなんで、平和な町なんで。で、ね、よかったら皆さんも作ってあげてください。ではご視聴いただきありがとうございました。メインチャンネル、サブチャンネル、ヨーポーの休み時間、チャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、LINE LIVE、TikTok の方もフォローやろっぽんです。では、おつぽん。